35年ぶりに新しい駅ができる大井川鉄道。今日その駅や隣接する施設の内部が報道陣に初公開されました。SL が走ることで全国的な知名度を誇る大井川鉄道、その新駅がこちら、門出です。看板はおめでたいデザインになっています。隣の駅はあさって名前が変わる合格駅。新駅と合わせると合格、門出となり、これから話題になりそうです。話題は駅名だけではありません。駅に併設されたこちらは門出大井川。この島でですね、新しい人を呼び込むということが一躍になっているかと思います。そしてこちらに来ていただいた皆様ですね、またここから地域の魅力を発信できるような場にしていきたいと思っております。県下最大級の農産物直売所やお茶の体験エリア、大井川流域の野菜を使ったレストランなどを併設する体験型フードパークです。こちらは地元の自慢とお茶をの美味しさを知ってもらおうというコーナーです。美味しい、爽やか、とてもまろやかで美味しいです。今回のオープンに合わせ1年がかりで開発した新たな商品も登場しました。旨味を凝縮させたドライフルーツとドライベジタブル、種類はおよそ20種類あり、保存料などは使わず素材本来の味が楽しめます。本当に皆さんね、自信を持って出せる商品にして出してありますので、一度手に取ってみていただければ分かると思います。この施設の目玉スポットといえばレストランです。美味しそうなメニューが並んでいますが、こちらのレストランではこのように大井川鉄道の人気車両を間近に見ながら食事ができるんです。大きな窓を作り、鉄道を見ながら食事ができる空間が作られました。メニューには地元の野菜をふんだんに使っています。そして門出大井川は線路を走る SL も現役を引退した SL も間近で見ることができる数少ない場所です。カメラにはこういうとこなかったから、思った以上にいいところができな、できたなっていう気はします。門出大井川はあさって午前9時にグランドオープンです。